私が何をしたのか鮮明に覚えているわ。私は知りたかっただけ。この世界の真実を。白面寺の主が告げる。万物は粉と化すだろう。Mabuhay everyone, and the update is finally here, so let's go ahead and see the new cutscene now. And the fact that we're introduced to our own cookie to be decorated and clothed on. So yeah, here's the intro of the animation. So our own cookie to customize as well as a new special cream fairy cookie has finally arrived here in the new update with the town square mechanic has finally returned once again to let our own cookie roam around. So yeah, let's go ahead and do the opening cutscene because look at that.Both King Custard III and Chili Pepper were introduced back once again in the storyline because those two didn't venture out in VCs. Ah, つまんない。勇敢のクッキーもいちご味クッキーも魔導士味クッキーもいない王国だなんて。何か面白いことないかな。おい、そんなこと言ったら。あ、あそこを見て、大きなブルーベリーボードが飛んでるよ。でも、なんか様子がおかしくないか？何か重そうなものをぶら下げて。もしかして、宝物か？カスタードなんちゃら、早く行ってみようぜ。レッドチリ味クッキー、置いていかないでよ。レッドチリ味クッキー、宝物を前にするとものすごいスピードだよね。これくらい朝ゼリー前だよ。重い。でちゅう。あ、ブルーベリーバードが風呂敷を落としそうだよ。私の宝物を絶対に逃がすもんか。はあ、なんだこれ。ちゅ、宝物じゃねえのかよ。これは赤ちゃん生地？ブルーベリーバード、どこから連れてきたの？中をよく見てみるでちゅ。勇敢なクッキーからの手紙が入ってるよ。カスタード酸性味クッキー、レッドチリ味クッキー、それから王国のすべてのクッキーたちへ。ヤッホー、みんな元気？僕らは変わらず冒険を続けているよ。
その途中で偶然この赤ちゃん生地に出会ったんだ。可愛いでしょ？でも僕らの冒険にこの赤ちゃん生地を連れて行くのは危なすぎると思うんだ。生地の成長にも良くないしね。そこで君たちにこの赤ちゃん生地を預かってほしいんだ。王国にいれば赤ちゃん生地もすくすく元気に育つはずさ。君たちは僕が一番信頼している友達だからね。みんなよろしく頼んだよ。また手紙を送るね。あいつピュアバニラクッキーみたいな手紙を書きやがって。ってことは私らに赤ん坊を任せるってことか。僕は嬉しいけど、僕の新しい民がまた増えるんだし。ちょっと待て、ここに追伸があるぞ。それからおくるみを扱うときはできるだけ丁寧にね。赤ちゃんキジは目を覚ましたら泣き出すんだけど、なかなか泣き止まなくてずいぶん苦労したんだ。泣き止ませろよ。どうやって。泣かないで。誰か助けて。僕があやしてあげようか。君は誰？この赤ちゃん生地をあやしてくれるの？おい、何でもいいから早く泣き止ませてくれ。このふんわりとした匂いはやっぱり君のものだったんだね。僕は遠くからこの匂いを追ってここまでやってきたんだ。泣かないで。僕が来たからもう大丈夫だよ。僕のふかふかした尻尾触ってみる？気持ちよくて落ち着くと思うよ。おお、笑った！うわ、今こいつちょっと成長したぞ。僕もクッキーの姿に変身できるようになった。君、クッキーだったの？僕はホイップシロテンだよ。僕たちはホイップアニマル一族なんだけど、運命の赤ちゃんクッキーを成長させる能力を持っているんだ。その能力を使えるようになると動物の姿からクッキーの姿に変身できるんだよ。クッキーの姿ならこうやって赤ちゃん生地をぎゅっと抱きしめることができるんだ。君も僕に会えて喜んでるの？笑ってくれて嬉しいな。とても遠くで感じたかすかな匂いだったけど、絶対に逃がしたくなかったんだ。きっとこうして君に出会うためだったんだね。実は僕、ずっと長い間能力が現れなかったんだけど、君に出会ってようやくクッキーの姿になれたんだよ。つまり君は僕の運命の赤ちゃん生地ってこと。
僕たちいい友達になれる気がするね。こいつ昨日よりずいぶん大きくなっていないか？クッキーじゃなくてゼリービーンズの木を育ててる気分だよ。抱っこしてほしいの？いいよ。優しくぎゅーっと抱きしめてあげるね。気持ちいい？君が喜ぶと僕も幸せ。明日は今日よりもっと大きくなるよ。楽しみだね。でもまだ僕よりは小さいよ。そうだよね。ね。レッドチリ味クッキー。そんなにドアを強く閉めたらこの子がびっくりするでしょ。乳歯を抜くときは一発で確実にやらないと。もうずいぶんグラグラしてたから痛くはなかったと思うけど。よしよし、大丈夫だよ。僕が抱っこしてあげるね。よかった、乳歯のアイシングが糸と一緒に綺麗に抜けたね。あい、あいひ、あたはいう。もちろん、すぐにまた生えるよ。さあ、それじゃあ屋根の上に乳歯のアイシングを投げよう。ブラックベリーバードさん、古いものをあげるから新しいものをくださいな。おお、屋根の上に飛んでいった。きっと綺麗な前歯のアイシングが生えるよ。僕のようにね。えへん。へぇ、あめさ、未来に。え、今僕のことを王様って言ったの？やっぱり君は素晴らしいクッキーになる民だね。かわいい我が民が僕の手を握った。もう身長も同じくらいになったんじゃないか？こいつの成長速度早えな。まだ僕より小さいってば。外に誰か来たみたいだね。ごめんください、どなたかいませんか？起きてるかな？早く外に出てみようよ。And what can I say? It's freaking adorable. Our own Cookie. And also Queen Ferret Cookie. We're raised by Queen Ferret Cookie as well as King Custard the Third and Chili Pepper. So let's go ahead and customize our own Cookie. And we'll go ahead and do the gameplay of the mechanic later. Danish pastry here or elongat bob.Yeah, I was going to say I am not a fan of the starting here, so I'm just going to remove that and have it、use a different here in the costume gacha. But yeah, so let's go ahead and do the smiling. And can we do orange? Orange.Oh, orange.Nice. Okay, so Cookie Curious Eyes. Oh, that's sweet. Okay, Confident Doe.
Dang. Friendly dough. Joyful dough. Cheerful dough. Okay, we're going to do friendly. And, huh. Oh, okay. So we're having voices. So it's just an emotion voice. Okay, so I'll go ahead and stick to lemon for now. Oh, that's a girl's voice. That's also a girl. Nice, I guess. So let's go ahead and name our cookie Univ, because that's kind of like a nickname for me. Thank you guys for watching part 1. See you in part 2!